10月24日、五ヶ所体育館で第2回南伊勢町長杯フリーピンポン大会が開かれました。この催しは地域住民に世代を問わず交流を深めてもらいながら健康増進を図ろうと南伊勢町が開催している大会です。この日は町内外からおよそ79人が参加しました。フリーピンポンは滋賀県発祥のスポーツで、卓球台を使い4人1組でテニスボール台のスポンジ玉を打ち合い、15分間にチームで何回ラリーを続けられるかを競います。参加者たちは家族や友人らとチームを組み、真剣にラリーを続けていきました。試合終了後、表彰式が行われ、上村町長から優勝チームなどに表彰状が手渡されました。今回優勝したチーム、シニアドラゴンは1330回ラリーを続けたということです。なお、表彰式の後、お楽しみ抽選会も行われ、参加者は秋のスポーツイベントを大いに楽しんだ様子でした。頑張ったけども中途半端な成績でした。残念。でも商品は良かったです。頑張りました。みんなで優勝狙ったけど下から3番目だった今日は楽しかったです。また皆さんも同じように参加してください。お願いします。このチーム楽しいので良かったです。いいのもらいました。ありがとうございます。今日が初めての参加だったんですけど、最初はちょっとどうしようかなと思ったこともあったんです。参加させてもらっていろんな人と知り合うことができてとても楽しかったです。今回の大会は15分間続けてやろうという目的で私たちは来ました。で全国大会に行くのに今度今まで使ってたのじゃなくて公式の卓球のラケットとボールが違うんですよね。それですごく苦労してで練習は少しだけやってきて今日の大会に出ました。みんながすごく喜んでます。ありがとうございました。